AKB48 湯本亜美2号が19日、東京、秋葉原の AKB48 劇場で行われた、僕の太陽、公演に出演し、グループ卒業を発表した。10月30日に卒業公演を行い、10月22日本武道館で行われるコンサートと、21日の劇場公演曲リクエストアマーセットリストベスト30、仮には出演する。終演後にはグループのブログでコメントを発表した。15歳から AKB48 に加入し今年でデビュー10周年を迎えました。そして先日のチーム K ラストコンサートを終えて、アイドル人生、やりきったな、と思えた清々しい自分がいました。チーム制廃止に伴い、新たな道に進む決断をした。湯本は2013年に AKB48 に加入、同年の 34th シングル選抜じゃんけん大会で勝ち残って選抜入りし、鈴鹿の木の道で、君の微笑みを夢に見る、と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの、で、当時研究生ながら初選抜入りを果たした、バック転などアクロバティックな動きを得意とし、17年には48グループメンバーが出演したドラマ、豆腐プロレスのプロレス大会に出場した、活動10年の区切りでの決断、15歳から25歳、人生の大切な時期を AKB48 として過ごせたのは紛れもなくこの先の人生の糧になります。と綴った。今後は、舞台、ドラマ、映画、アクションと幅広く活躍できる女優さんになれるように、AKB48 で学んだことを活かしてこれからも精進してまいります。と、芸能活動を続けることを明かした。卒業ラッシュが続く AKB48。卒業発表は湯本で今年26人目となる、ネットの声、現在の AKB48 って、メンバーの名前も知らない、アイドルには疎い私ですが、柏木由紀が唯一残っているメンバーだってのは知っているくらい、世間の多くがそうではないだろうか、とはいえ、以前は多くの有名タレントを生んだグループだったのは事実、楽曲がキャッチーだったと思いますが、最近は、カットしない、だよな、芸能界に残り続ける人はごくわずかという、現実は、昔も今も変わりませんね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。